バイアコム CBS サイモンシュスターニューヨーク市、ロックフェラーセンターにあるサイモンシュスター、本社サイモンシュスターシュスター、英語、サイモンシュスター、略称、S、S&S は、ニューヨーク市に本拠を置くアメリカの親会社で、書籍出版社及び多くの出版ブランドからなる、出版グループである。1924年に創設され、2006年以来は、 CBS コーポレーションの一部となり、2019年からバイアコム CBS の参加になっている。サイモンシュスターは出版グループの出版ブランドの名前でもある。S&S はペンギンランダムハウス、ホルツブリンク、マクミラン、アッシェット、ハーパーコリンズと共に英語書籍の五大出版社として知られている。サイモンシュスターは、 リチャード・イル・サイモンとマックス・シュースターによって1924年1月2日に設立された。同年4月10日に発売された最初の出版物は鉛筆付きのクロスワードパズルの本であった。この出版社は当初こうしたパズルブックで大きな成功を収めたが時間の経過とともに様々な書籍を扱う有名な出版社に発展した。S&S は 積極的な広告と新しいマーケティング戦略も商業的成功に寄与した。また売り主に未販売本の代金を保証した最初の出版社でもある。1939年、同社はペーパーバッグを市場に投入した最初のアメリカの出版社となった。子会社のポケットブックスは特にこの目的のために創設したものである。こうした革新的活動は 書籍取引に革命を引き起こしたと言える。1944年にデパート関係の大物マーシャルフィールドがこの出版社を買収したが、1957年、彼の死後に創業者のサイモンとシュースターは投資家のレオン・シムキンとジェームズ・ M ・ J ・コブソンの援助で会社を買い戻した。1958年、若いマイケル・コーダが出版社で働き始めて、 翌年編集長となり、2006年までこの役職を務めた。1975年にコングロマリットのガルフウェイスタンに売却され、この時期多数の小規模出版社の購入により事業は着実に拡大した。1994年、現在はパラマウントコミュニケーションズとして取引されているコングロマリットが 2006年1月1日の時点で CBS コーポレーションとバイアコムの2つの新しいグループに分割され、分割以来サイモンシュスターは CBS コーポレーションの一部であるが2019年12月以降はバイアコム CBS の傘下にある。S&S とその子会社は2016年のデータで毎年約2000冊の本を出版している。 2000年にスティーブン・キングのライディング・ザ・ブレットの電子版を独占的に販売する契約で話題をさらった。2013年から電子ブックの公共図書館での貸し出しの実験を始めた。サイモンシュスターは4つの出版ブランドであるサイモンシュスターアダルトパブリッシング、サイモンシュスターチルドレンズパブリッシング、サイモンシュスターオーディオ、 サイモンシュスター・インターナショナルで構成され、これらはそれぞれの出版社や出版グループを含んでいる。この出版グループは成人向けの本が掲載されている出版社で構成されている。この出版グループは子供向けの本が掲載されている出版社で構成されている。この出版グループはオーディオブックの出版社で構成されている。この出版グループはオーストラリア。 カナダ、イギリスの出版社で構成されている。ありがとうございます。